どうも、おばたさんでした。いや、ちろです。3対0、ライオンズ勝利。レッワーハー、やりました。よかったね。よかった、連敗しなくてよかった。今日負けてたらさ、なんかズルズルいきそうだったじゃないですか。よかったわ。3対0、16度目のシャットアウト勝ち。しかも相手投手石川からの勝利ですよ。これは嬉しいね。これは嬉しい。苦手ピッチャーでしたからね、石川投手は。うん。その中でよくね、今日はオグレディが先制ホームラン打ってくれました、2回に。セーフティーバントからのフルスイングよ、あんた。なんか後から聞いた話だと、セーフティーバントはベンチからのサインだというね、話だったんですけどもね、もうオグレディからすると、俺に打たせろと。バカ野郎お前、俺は助っ人で来てんだぞと。黙って俺に打たせんかいと。誰やと思っとんねん。わしゃブライアン・オグレディやぞ。ユナイテッド・ステート・オブ・アメリカやぞと。俺に振らせろと言わんばかりのフルスイング、ライトスタンドに放り込んでくれました。キュイーン、かっこよかった。たくましい、オグレディたくましいです。もうその後もフォアボールフォアボールフォアボールでしょ。選球眼のよろしいこと。まあその7回はね、チャンスの場面でオグレディが敬遠されて、その後の古賀くんよ、今日マスクキャッチャーかぶってたの古賀くんよ、古賀くんがあそこで素晴らしいタイムリーヒットでしたね。え、辻監督に耳打ちされて、とりあえず頑張ってこいというね、辻監督の伝達があったみたいですけども、実際のところどうでしょうね。ちょっとね、あの耳打ちを見てね、2018年かな、横浜との交流戦で松田達志がリリーフ失敗に終わった、その翌日かな、翌々日かな、また増田がね、9回表で、またピンチを迎えて一打逆転の場面で、辻さんがバーってマウンドに駆け寄って、一回マウンドにこうやって監督として来てみたかったんだ、みたいなことを言って、その場を和ませて、バーって立ち去って、その後は増田がバシッと抑える。あのシーンがちょっとダブりましたね、今日のあの、古賀のタイムリーは。いいチームだなと、改めて思いました。そして今日2軍から上がってきた、こう、マッキッキのね、マッキッキの獅子を、山田遥がね、あそこでまた、タイムリーが、いいじゃないですか、もう。よかったね。この二人のタイムリー嬉しいじゃない。決して主力メンバーではない二人のね、このタイムリー。ああ、ライオンズ、なんだかんだ言って、層がちょっとずつちょっとずつ厚くなってるなっていう感じはすごいしていきます。源田も登録抹消され、夏尾がまたショートで今日いいプレーをしてくれました。このコロナ禍で、危機的状況をね、プラスに変えてってほしいですよね。ライオンズの若手選手たちは、ぜひぜひ、発奮してもらいたい。だって、ウーネンティンがですよ、ダイソーで出てくるんだから。本来、あそこのね、まあ、古賀の場面、ウーネンティンが、代打で出てきてもおかしくない状況。でもそこをあえて代打を送らず、古賀、そのままで、辻さんが一言耳打ちをする。で、タイムリーを打つ。素晴らしいじゃないか。辻さん、冴えてます。まあ、投げる方ではですね、まあ、エンス投手が、球数も多く、非常にね、ピンチも迎えてましたけども。しかし、要所要所、締めてくれました。欲しいところでゲッツーも、打たせて取るピッチング、ここぞというところでは、ちゃんと三振も取る。まあでも、ね、ちょっとロッテさんのね、まあちょっと打撃陣にも、まあ、助けられた感はありますけどね、正直。まあ、イニングはね、5回までしか投げられませんでしたけども、まあ、その後はもう盤石ですよね。まあ、森脇、本田、水上、そして最後は平海馬。うん。まあ、増田さんがちょっと心配ではありますが、まあ、しばらくまた平さんがクローザーになるのかな。まあ、今日、ブルペン見たら、ボーが投げてて、あれ今日9回をもっては、ボーが投げるのかなと思いましたけども、やっぱそこは3点差ということもあって、平だったのかな。
あれでもし4点差開いてることがあれば、某高橋だったのかなと思いましたけどもね。まあまあ、でも、やっぱり、どうしてもね、試合数は多くなってしまいますよ。それ、平くん、水上くんあたりはね。どこで、だから、いかに、休養を作れるかが、ほんとこれから鍵になってくると思います。3対0、ライオンズ勝利、お見事です。そして、ファイターズさんが、楽天に勝ってくれました。これもでかい。これもでかいですよね。もうね、本当に、今のパリーグ大混戦で、1位のソフトバンクから5位のオリックスまで、全然差がないんです。がしかし、蚊帳の外にいる、日ハムさんが、ここに来て、ソフトバンク、そして、楽天相手に、頑張ってくれているという。もうこれはもう、ライオンズからすると、実にありがたい。その前はだって、ちゃんと、ライオンズに2連敗してくれてるわけじゃないですか。で、これでまた明日、楽天戦に勝ってもらえて、ファイターズがね。まあ、次のカードが、ライオンズ戦なんで。そこでファイターズの連勝もストップしてもらうというね。この、もう、道筋、もう僕の中で動線ができてます。はい。ぜひとも、ファイターズさん、楽天相手に、明日も勝ってください。しかも今日のね、仕組んだが、木村文和というのがまた嬉しいじゃないですか。ライオンズファンの皆さん、どうですか？キムニーやってくれてるよ、ファイターズで。ありがとう、キムニー。ありがとう、キムニーと。もうなんか無線で叫びたくなるね、もう。キムニー、よくやってくれた。もうね、安心と信頼のライオンズブランド、ファイターズさん、喜んでいただけてるでしょうか？という感じですね。今日は本当に、プロ野球ニュース。ライオンズの試合もそうですが、日ハム対楽天の試合もね、見逃すことなく、今日はプロ野球ニュースじっくり見たいと思います。というわけで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。よろしければチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。そしてコメントの方もぜひぜひ書いてってください。ではまた明日お会いしましょう。さよなら、ライオン。